階段ピラミッドは、複数の層が重なり、階段状になったピラミッドである。各地の古代文明で独自に考案され、作られた。ジックラとは古代メソポタミアで生まれ、ペルシャにも作られた。エジプト最古のピラミッドは、サッカラにあるジェセル王のピラミッドで、階段ピラミッドである。紀元前27世紀のエジプト第3王朝、第2代ファラオのジェセルが、イムホテプに作らせた。 ジェセルのピラミッドは、6層の階段状ピラミッドで、各層は、ピラミッド以前の方形の墓であるマスタバ状になっている。続く、第3代5代の石ケムけと、カーバー、フニも似た構造の階段ピラミッドを作ったが、いずれも半ば崩壊し埋没している。フニが建造を開始し、第4王朝最初のースネフェルが完成させた、メイドゥームのピラミッドは、階段状ではあるものの、 滑らかな側面への変化が見られる。スフェネルの屈折ピラミッドになると、階段はなくなった。最も多くの階段ピラミッドが作られたのは、マヤ、アステカ、トルテカといったアメリカ大陸の古代文明である。トラチューアルテペトルやテンプロマヨールなどでは、古いピラミッドの上に、新しい層が増築され、階段ピラミッドとなった。以下、国名なしはメキシコ。ありがとうございます。